1分間チャレンジです。今日は2種目チャレンジしていきましょう。ペットボトルなんかに水を入れていただけると負荷になりますので、いいかと思います。なくても大丈夫です。もしくは、500ミリとかのちっちゃいものでも OK です。ではまずプッシュスクワットからいきましょう。はい、ではいきます。さあ、ペットボトルを持ってもらってですね、前の方へしっかりと押し出してしゃがんでいきましょう。さあ、お尻しっかり後ろに引けてますか。これは下半身の強化、ですね、太ももの引き締めであったりヒップアップにも効果があります。で、背中が丸くならないように、もしくは腰が反りすぎないように気をつけながら行っていきましょう。いける人は少しプレスする位置を高くして、残り10秒です。いける人は斜め上の方にしっかりとプレスをしていきましょう。もしくは斜め下方向でも OK です。3、2、1。さあ、では次はスイングの種目に変わります。さあ、これは股関節をしっかり使っていただいて、骨盤を前に少し押し出すようにしながらしっかりと振っていきます。背中が悪くならないように背面の強化のエクササイズになります。残り15秒です。さあ、できるだけ手で持ち上げるというのは股関節から動いてしっかり振り上げていきましょう。5、4、ラストラスト、3、2、1。はい、OK です。